guys, assalamualaikum and welcome back to Pika-chan channel. Okay guys, untuk episod kali ni, seperti yang korang nantikan adalah video bazar Ramadan. So kali ni aku dengan kawan Jepun aku, kami akan pergi ke bazar Ramadan di Putrajaya. So kali ni yang guest Japanese yang akan join adalah kawan yang pernah join before this dalam video lama aku. Dan dia ada juga bawa seorang lagi kawan baru. Hari ni akan ada dua Japanese guest lah. Dan of course, dekat bazar Ramadan Putrajaya, bukan setakat kita hanya pergi bazar saja dan kita orang akan buka puasa piknik dekat sana. Itu saja guys, gimana dengan masa? So jumpa korang dekat sana nanti. Minasan, imawa, atashitachi wa doko ni imasu ka? Ramadan no bazar ni imasu. Yeay! じゃあ今回は新しいの日本人のゲストはリンです。リン、まあ、ケダラちゃん。出身？出身は岡山です。日本です。もちろん日本ですね。私のチャンネルはだいたい日本人のゲスト。そう、みんなは日本人だけです。リンちゃんも YouTube でやる？やってみようか、YouTube で。リンチャンネル。なんで私の名前が入ってるの？これから有名になれる。私をあれゲストにした。リンちゃんだからね。リンちゃんパワーで。今日は皆さん何が食べたいのものがありますか？ラクサ。あ、ラクサ多分あると思う。私ラクサダメなんだよ。匂いが。匂いが。まあ日本人のとってはちょっと臭い。なんか丸ま。いや、やっぱり反対ですね、これ。この子もマジですごい。何でも食べる。こんな感じのゲスト欲しい。そう、何でもできる。何でもいいです。そう、楽しみですか、皆さん。楽しみ、めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみね。人が多いな。めっちゃ人多い。まあ、やっぱり始末が。そう、人が多かった。そうね。絶対一緒に。絶対一緒に、OK。ずっと一緒。うん。ずっと一緒。かわいい。かわいいな。見たことないね、こんな感じ。トウモロコシのジュースなんて見たことない。あるよ、マレーシアだ。そう、トウモロコシのジュースあるよ。苦手。え、なんとか美味しいよ。美味しいんだ。美味しい美味しい。甘いの？甘い甘い甘い。人が多かったです。人混みだ。人混みで全然歩けないな。人多いな。どこでも、どこも多い。なんか夏祭りみたいな。なんかさ、平日の時に全然人がなくて、週末だからみんなあのバラバラのコラルコの人とかスラム州の人とか多分みんな途中から。そう、キャジャイは特産の一番有名のバザール、そうだからみんなこっちに来て。ピカちゃん、これサテ、サテ、サテ、あれサテじゃない、オタオタ。あ、オタオタ、そうそう、オタオタ。押してるな。めっちゃオタオタ好き。食べたいかも。私も同じです。食べたことない。食べたことない。オタオタ美味しかった。食べてみたい。じゃあ5ピースは6リンゲット。ちゃんとは断食明けは7時半ぐらい。そうなの。そう、あとはピクニックのところが探してるからそれも時間かかる。あ、確かに。じゃあ買っちゃおうか。やばるとか言うね。キララちゃん、キララちゃんかわいい。キララちゃんいい。もうマレーシアは1年間ですか？いや、まだ7ヶ月ぐらい。7ヶ月ぐらい。あ、去年ぐらいですね。うん、マレーシアのご飯めっちゃ好き。めっちゃ好き。何が好き？辛いもの。辛い。辛いもの大好き。日本人はやっぱり絶対無理よね。辛いのもの。辛いもの大好き。マレーシアの人じゃないもん。マレーシアになろうかな。マレーシアになりますか。さすが。マレー語喋る？テリマカス。それぐらいは誰でもできるです。さまさま。サヤスクカム。サヤスクカム。あ、ありがとう。何何 I love you みたいな。あなたのこと好きです。サヤスクカム。サヤスクカム。あ、あれ食べたい。アンパンバリ。アンパンバリも食べたい。あれ好き。アンパンバリは2つ種類があるから、でかいの、ちっちゃいの。どっちですか？パリパリのやつ？もちもち。もちもち。もちもちのやつ。中にはピーナッツ、砂糖、トウモロコシ。うん、あ、大丈夫大丈夫。少ないだけ。ああ、大丈夫。食べる。なんかおやつみたいな。食べてみたい。あ、あとウルタは？結構すごい全部食べるの今日。ウルタは食べたことない。そう、ウルタバも大事ね。じゃあウルタバ買うか。買うか。買う買う。ウタウタ。テピスにアップ。アイアン。アイアン。ああ。アイアンさん。チキンだけ。ああ、じゃあお茶だけでいいかな。マレーシアのお菓子はスイーツは？うん、食べたい？え、食べてみたい。これはクエ。クエ。クエは
あとマレー語はスイってこと。あれオネオネだよ。あれ好きやで、茶色いなんか。あ、そう、黒糖。え、食べたい食べたい。私は食べないぞ。嫌いなの。嫌い。何がココナッツが一緒には全然無理。あれココナッツの人は好きじゃないから私は。かけない方がいい。汗かけてほしいかも。あれ私好き。何が好き一番。何でもいい何でもいい。バターチキンかな。バターチキン。ね、あとご飯とバターチキンと一緒に。バターが作れるからチキンと。美味しそう。オンデオンデサプー。オンデオンデ。ミクタデの赤ちゃんに。バターを受け入れて食べてくれる。ああ、そうね。多分この2人はね、障害かも。ああ。だから聞こえないから。耳が聞こえない。ああ、だからか。さ、はい。ありがとう。日本語は何それ？手話ってこと？手話。手話ですね。手話はありがとう。何？ありがとうはね、こうだから。あ、これだ、これだ。見た見た。見たことある、それ。あれ、サイレントのドラマ。あ、サイレント見てんだ。見た見た見た。結構流行ってるじゃない、日本語。これアパンバリだよ。あ、食べたい。あれはビアサは普通っていうビアサ。普通でいいね。普通が方がいい。一番安いが方がいい。4人気です。4人気。そうそうそう。OK、ダバヤエバン。味みたいな。
めっちゃ薄い。でも美味しい。美味しい美味しい。写真撮るとクラブにいるみたいな写真だった。私今クラブにいます。ほら見て。クラブにいる。クラブにいるみたいな。クラブだな。光がすごい。全然なんか美味しそうに食べない。いただきます。私これ食べてみたい。ね、ガオタ美味しい。これ置いたらこれ食べたい。スパイス辛いの？辛いかな。辛いは苦手。苦手。まあ、ちゃんと日本人のキャストを覚えてるから誰が辛い苦手の人そうやって食べるのが正解。じゃあ私教えるありがとうね。これ忘れた日本語何が爪楊枝。爪楊枝よね。じゃあこうやってそう刺す。あとは食べる。おー刺してる。食べるんだ。なんか折れそう。この感じ美味しそうでーす。おいしい。あーもっと温かい欲しいな。これはね、もっと温かくて美味しい。かまぼこみたい。ほうほうほう。はいはい。かまぼこ。あ、フィッシュケーク、フィッシュケーク。あ、わかったわかった。何日本語？かまぼこ。かまぼこ。じゃあ次はオバマネです。はい。いただきます。なんだこれ？甘い？ちょっと甘いです。もちもちじゃん。あ、美味しい。甘い。ピーナッツ。ピーナッツ、砂糖。ではトウモロコシが入ってる。これ好き。なんかこれはマレーシアスタイルのパンケーキみたい。ね、パンケーキですか。もう私の家の、あの近くのパンのお店はシュークリームがすごく美味しくて、なんかカリカリなの。あ、カリカリ。カリカリ。普通はふわふわでしょ。カリカリで美味しいの。いいみたいな中にその私がオーダーした時に入れてくれて温かい生クリームで食べたらめっちゃうまいの。美味しそう。食べたことないと思うみんな。まあ想像してるだけ。そのカリカリは外ってこと？中身じゃないの？外。一番外はカリカリ。なんかちょっと間はふわふわで中に生クリームで。でおばあちゃんが作ってるやつで。美味しい。作ってほしい。え、今度行きたい、岡山。おばあちゃんは岡山県ですか？住んでる。岡山県ね、どっちも。両親は、お母さんはどこの出身、お父さんはどこの出身。おじいちゃんがなんかいろんな県に、お医者さんっていろんな県に行ってたから、お母さんは高知で生まれたけど、いっぱい広島、岡山。あー、いろんなところね。なるほどね。これは食べない。いいよ、誰も食べてください。食べたい。なんていう名前？オンデオンデです。オンデオンデ。オンデオンデです。全然緑じゃない。めっちゃ青いですね。オンデオンデです。なんか砂糖が入る。いや、それは砂糖じゃなくて黒糖。黒糖なんだ。黒糖、お腹いっぱい。苦いになってきた。水飲みすぎた。あれ、後ろでわかるの？その建物はモスク。モスクみたいね。そうですね、あれモスクじゃない。あれサイバー。ナショナルのポーズ。大体デザインがちょっとモスクみたいで、全然モスクじゃない。あ、普通の事務所。あれですか？これなんですか？これ生。でもこれ切れないね。いやいや。あ、これ美味しいよね。なんかヨーグルト店ないよね。ヨーグルトのアイス、これ日本で言ったら多分これかな。私のものめっちゃ好き。ヤオヤオも美味しい。私一回も食べたことない。ヤオヤオ。なんで？ヨーグルト好きじゃないから。あ、ヨーグルト。あ、まあ、ちょっとするか。ちょっとする。もしなんか一つだけ食べるなら絶対食べないから。絶対捨てれる。あ、私は普通はソースかけない。そのままだけ食べる。このソースは好きじゃない。甘い。わかんない。甘そう。ケーキみたいな。はい。玉ねぎと卵の味、うまい。おいしい。結
構うまいな。モルタバの店はいっぱいあるじゃん、バザールで。一番おいしいは難しいと探してるから。これは多分おいしい。これ何点あげますか？8点中だけど私は9。うん、あと1点はちょっとサイズはちょっと小さい。確かにサイズ小さいから上行ってもっと大きい方がいいかな。こうぐらいだけこれぐらいだったいやいや、ちょっと小さいドリアンも結構好き。ドリアン、ドリアンジュース、ドリアンも好きだし、ドリアンジュース、ドリアンジュース行ったことないの。オナッシュにある。オナッシュの、あのなんかトラックみたいなのって、あー、あれだ、ココナッツジュースとか。そういやいや、なんかびっくりしたのは、ドリアンジュースは聞いたことない、聞いたことない。ほんと？いや、多分ないと思うよ。タイヤだ、ドラゴンフリー。あ、ドラゴンじゃない。違った。いや、びっくりする。ドリアンジュースは多分マニシャの人は知らない。え、あるの？ジュース？ドラゴンだわ、よく間違えるの。ドリアンとドラゴン。はい、今日は一日ありがとう。ありがとうございました。ごちそうさまでした。お腹いっぱいです。何でも食べてないから今日、ただのデザートぐらいだけです。あとは水は飲みすぎちゃって。そう、水飲みすぎちゃって。だからそれはお腹いっぱいになっちゃった。はい、今日は本当に日本人のゲストもありがとうございます。ありがとうございます。参加してくれてありがとうございます。楽しかったです。あと新しい日本人のゲストはりんちゃん。イエイ。また来ます。はい、きらうちゃんも今日はもうありがとうございます。Terima kasih untuk video hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Kalau korang suka dengan video hari ini, jangan lupa untuk berikan subscribe dekat bawah. Dan jangan lupa untuk berikan share dekat sini dan juga like dekat sini. Sampai kita berjumpa lagi dalam episod yang datang. Bye-bye, minasan.